日本画科講師の水島敦です。今回は、普段こう大学受験のために練習しているデッサンや生物着彩、それが今後どう日本画の制作に生かされるかというのを私の制作を通して一例としてみんなにこう伝えられればいいなと思います。はい、では始めます。普段は恐竜を専門に描いてます。恐竜自体は色が分かっていないのがほとんどなので、そういう部分も含めてもう自分のこう表現したいように色を出していきます。今回はこのざっくりと今緑と黄色と黒とこの辺りでカラーリングしていこうかなと思います。今回は見せ場として顔周辺を進めていきます。何色の画面を作りたいっていうのが最初にあって、その後のこの色の置き方はかなりこの水の流れの偶然性を利用して普段は描いてます。ここで普段の着彩と意識がつながるところなんですけど、最初にこう色を置いていくときにもちろんざっくり大きく置いていくと思うんですけど、それでもちょっとこう緊張感のあるところはしっかり初めから丁寧に決めていくと、画面が早く立ち上がってきます。最初の下地だからといってあまりこう大きな仕事ばっかりしていると、やはりその後にすごく時間がかかるというか、あまりこう何度も何度も触るよりは一発目でポチッと決めた方が綺麗に仕上がる時もあるので、その辺りは使い分けになりますね。逆にこの細かく一発で決めるっていう仕事をずっと後回しにする人が、試験の場合は時間切れになる人が多いですね。なので普段の指導の時にもそれは言ってます。早め早めに大事な部分は決めていくと。肩の力は抜きつつ楽しんでなるところですか、ね、この感覚って、個人的にはかなり大事だと思ってて、普段のそのデッサンであったり着彩でもあんまり簡単に仕上げすぎるとその空気感であったりとか、そのあたりが軽くなってしまうので、何回かこう偶然できたマチエルを取り込んでいくっていう、そういった工程がないとなかなか仕上がりはいい仕上がりにはならないかなとは思ってます。参考作品とかってたくさん揃ってると思うんで、そういうのを見て勉強ってすると思うんですけど、やっぱりどうしてもその表面的なところばっかりを見てしまって、一番なんか根底にあるものまでなんかこうしっかり観察するっていうのは結構おろそかになりがちなんで、特にみんな試験の場合は同じモチーフを描いているので、どこでその他の人とその魅力の差をつけるかみたいなところにはつながってくるかなと。ひとまず全体的に手が入ったので一旦乾き待ちに入ります。普段の制作でしたら、何枚か同時並行にしているので、
これが乾くのを待つ間に他の作品に手をつけるというか、着彩とかだったら、まあ、メインをある程度描いたらその乾き待ちに巻き役に手をつけるだとか、そういってなんか画面全体に手が回せたらいいなと思います、はい、モチーフとしては恐竜を扱ってるんですけど、なんか表現したいことっていうのは割とその色の世界